ドラゴン王安楽卓也の3分飛距離アップチャレンジ。さあ続いてのチャレンジャーはこの方でございます。お名前を。小牧秀平と申します。小牧さんですよ。いや小牧さんね、もう飛ぶでしょ。飛ばないです。やばいよ、ね。やばいですよ。小牧さんはゴルフ歴は？あ、1年半です。どうなってんの？みんなすごいね。1年半で今飛距離がドライバーの飛距離？いや230。いやまた。9番で悩む。9番で150ちょっと。みんなら絶対ない。じゃドライバーでこれもしかするとミート率が低いのかな。結構やっぱヒール目で当たることが多くて、やっぱフェアウェイキープでこうフェードで打っていくっていうのが多いんで、やっぱ結構距離をロスしちゃうっていうのが多いですね。じゃあポテンシャルあると。小牧さんのレッスン前の3球打っていただいて、ちょっとデータ取りたいと思います。3球目、小牧さんにレッスン前に3球打っていただきました。一番飛んだのが1球目でした。ドン、241。めっちゃいいじゃん。もうね素晴らしいですよ。いやこれもうほぼアマチュアパーフェクトですよ。小牧さん本当に1年半ですか。すげえわマジで。いやじゃあこれを安楽さん、3分間でレッスンして241ヤードをまあ10ヤードプラスですから251以上にできるかどうか。じゃあちょっと準備の方お願いします。やってみます。それでは小牧さんのドラゴン王安楽卓也の3分飛距離アップチャレンジスタート。はい、お願いします。はい、じゃあ今度構えて、はい、平行につぶりして、それ右だよね。これ右、この状態から右こっちね、はい、右に対して左どこ？ここだよね、はい、ここだよね。でドライバーの場合は構えていただいて、はい、頭のボールの軸線って少しこうでしょ、はい、ちょっとこうですね、はい、でこれに対して右ここなんだけど、はい、この線に対しては右ここじゃん。あ、そうですね。でこれに対して左どこかって言ったら、ここが左だよね、はい、だけどここにあるから、はい、難しいんだけど、はい、要はこの平行の素振りの話をすると、はい、ドライバーの場合は左はどこかって言ったら左ここだよね。ここだよね、はい、でそこに向かって振るためには必ず手は絶対こっちに返ってくるから、はい、それが1点と、はい、スライスで逃げるときに多分このスライス出したいから右が出るんだよ、はい、で右少し引いといて、はい、右少し右肩引いといて、この状態から左はどこかって言ったら左はここだよ、はい、そのことだけ考えてかってるでしょ。1分経過、1分経過。はい、右肩を少し引いといて、そこまでやるとき、軽くで左がどこかと思いながら、はい、このまんま突き抜けて。そう。だから左はどこかですよね。だから泥系になってきますよね。わかる？わかります。もう一回。右肩を少しこうして、そう。左がどこかだよね、スイングの中で。はい、ボールじゃないもんね。左はどこか、はい、取り込む、そういうこと。もう一回。今のもう少し抜くじゃん、こうやって、はい、左が行くのが怖い、嫌だからここで少し抜くじゃん、はい、あれを抜かずにそのまま左はここじゃん、はい、それが下がってくるとスライドで、そのためにどうするかって言ったら、この肩のラインをこうじゃなくて少しこういう感じだよね、はい、このラインね、はい、うん、ほんのちょっとだよ。そうで左はどこか、はい、さあでそのまま取っといて振り込む、そういう感じ。もう一回。今のでもフィニッシュで残り1分。確かに結構こういうイメージだからよ。もう一回素振りしてごらん。そこから、はい、素振り、はい、その上に向かって、だからこの状態でここでこう抜くじゃん、これ、はい、抜くんじゃなくて、うん、でも返していく。そうで振ってごらん、はい、もう気力。そう。30秒。残り30秒。どうしても左が嫌だから、この辺、この打った後、ここで抜くのよ。はい、抜くんじゃなくて、これをもう。そう。で、高いとこに、振れば振るほど、手返さないと振れないよ。はい。構えといて。右肩少しこっち回すと OK です。はい、そのまんまよし最後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 残り10秒、最後最後、はい、ちょっと待って出す4、はい、3、はい、右肩引いて2、そこから取ってでドーン最後最後終了。 OK。 安楽さん、小牧さんに対するちょっとね、愛情がね、深いもっと教えたいっていうだって3分だもん。そう自分の殻を破る、リミッターを外してもらうために241ヤードからじゃあどうなるのか、アフターの方ちょっとデータ取りたいと思いますんで。うわー、素晴らしい。うわー、これさあ先ほどもともと一番最初は241ヤードでしたけれども、記録なんとドン262.8。 すごいよ。もう一気に40、あ、だから20ヤード、20ヤードと多分僕一番分かってほしいのは本人が一番気持ちよく振れてると思う。そうですね、すごいね、あのスピードであそこの位置に振り込むということはあんまりなかったでしょ。そうですね、やっぱそれがもっと手前の手前のボールに行くから、はい、当て感がうまいんですね。当て感がうまいんだよ。だけど今のこの3球っていうのはボールじゃなくてもっと先でしょ、振り込んでるの。そうですね、もうこっちに。そうだよね、そう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 。ということでこれチャレンジクリアということなんで、安楽さんのこれ非売品です。ネプスヤの平塚です。はい、じゃあこちらをまずはこれ、ありがとうございます。そしてもう一つこちらです。これにいろいろ載ってるから読んでみて。ありがとうございます。これめちゃめちゃ参考になるから。小牧さん、ちなみに今安楽さんからレッスンを受けて感想をお聞かせください。やっぱ今までのそのドライバーに対する、なんですかね、打つ楽しさが変わりますね。で、振るの多分打つドライバーが多分打つから振るに変わるもん。はい、当てるから当たるに変わるね。うん、打ったら当たる。素晴らしい。コメントもエース級ですよ。わかりやすい、短いということで、小牧さんのこちらビフォーアフター241から 262.8、はい、チャレンジ成功です。もっと詳しくです、安楽さんの解説を聞きたいなという方は、はい、下の概要欄のリンク先の方にアクセスしていただければより詳しく説明してくれてます。そして今回の、ね、動画参考になった方は、グッドボタン、いいねボタン、ね、あと参考にしてもらって、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。